どうも、田畑かなめです。どうも、ということで始まりました KKTV。 まずは、皆さん明けましておめでとうございます。うわ、2022年、2022年ですね。おめでとうございます。ただいま2021年です今はね、12月、はい、動画をね、もう年明けてますから、年明けてますから、新年明けましておめでとうございます、はい、本年もですね、この KKTV よろしくお願いします。ありがとうございます。あれ、今日川場さん、どちらに、はい、向かわられるんですか。初めてなんだけどね、はい、宴初めて何回目ですかってあ、違う、そういう意味じゃない、初めて裏をね、裏側、宴のリハーサルの風景を少し撮っていいですよ、許可をいただきましたね。いただきました。これからちょっと向かおうかなと思います。わ、でも宴の裏側見れるのって結構ないですよね。ないですね、7年ぐらいですよ。そうです、もっとかな。はい、100曲以上歌ってました。まあ、本番は撮れないんですけど、ちょっとリハの風景とか楽屋とか撮れたらなと思うので、で、今回、まあ、せっかく行くならアルパインスタイルのお車で行っちゃおうということで、お借りしたんだね。お借りしました、今日も。ちょっといいっすね、やっぱりね、はい、もう川場さんに作っていただいた。そろそろちょっともう移動車でいいんじゃないですかダメですかね。大宣伝しますけど、ね、結構使わせていただいてますから、ね、使わせていただいてる。乗り心地どうですか。めちゃくちゃいいね。運転もしますから、僕いつも言ってます、この車高の高さの、この最高なんですよ、はい、で、これね、これもうこれ僕が作ったウーハーですからね。3入ってます、3入りで、はい、もうこれはアルパインスタイル横浜246店さんに行けばいつでも見れるので、うん、このいつでも見れますね、はい、この間黒い F ナンバーワンステータス車だったじゃないですか、はいはい、あれも乗りましたね、はい、みんなからリクエストもらって歌ってる。あ、そうです、そうです、はい、あれではなく、今回はまたちょっとその違うアルパインスタイル、コンプリートカーですね。コンプリートカーですね、まあ、おなじみですね。まあ、ちょっと見てみます。この間マットのね、確かね、確かにマットブラックだったんですよ、マットブラックホイールがね。でも今回はちょっとツヤな、いいっすね。いや、かっこいい。お合わせてきたんですか、今日もしかして手前じゃないですかそしてこれです、ね、あ、そちらも確かに、はい、こちらどうかです、はい、これまだね、販売がちょっと後になるんです。はい、一応これも着てきましたこれでね、これでガンガン乗って会場向かおうかなと、今から、はい、お、いいね。このスピーカーが見えてます。出るスピーカー、出るスピーカー、下から、下から出る、下から出るスピーカー、まんまじゃない。これかっこよかったっすね。これかっこいいよね、はい、じゃあ出発しましょうか。ありがとうございます。じゃあ行きましょう、行きましょう、レッツゴで、この年末12月にこの収録が宴さん多くて、昔はもう隔週のレギュラー番組だったんですよ、それがまあスペシャルだけにこうどんどんなっていって、はい、年に2回ぐらいあったんだけど、なんか今年1回なんか芸人さんだけの宴があって、俺らレギュラー呼ばれなくて、宴がやるって噂があって連絡が来てないっていうのが、まあ、ついにこれあっさらだな。なるほどなるほど、はい、うん、でもそしたら芸人さんがの特集でやるっていうから、よかったと思って、エハちゃんとかね、エハラマサギの、そう、今回でも芸人さんも何組もいらっしゃるんですよ。あ、そうだよね、だから混ざってんでしょ、だから新しいっすよ、今回のだけ、まあ、僕に関してちょっと芸人さんと歌うってものは今回ないですけど、うん、あ、そういうコラボとかもあったりするんですね。そう、宴はもうコラボがすごいです。だからここで歌ったもので歌ってみたでこう撮ってやってみたりって結構、間違い探しとかまさにそうかな。宴で歌わせてもらってすごいこう評判が良くて歌ってほしいってあったから KKTV でこう歌ったり、もう100曲以上歌ってくるね。数えてもらったらね、100以上だよ。あれ少ないリアクション。いやいやいや、やばいっすよ、やばいっすよ。ちなみに今回は何を歌うんですか。はい、これ言っていいんだもんね。もう公開後なんだよ。そうだよね、うん、忘れな王、高橋愛ちゃんとコラボ、あと初めて歌う曲で、これが多分俺の今回見せ番なのかな。ベテルギウス、ユーリ君、ベテルギウス、あと感電、米津君のかな。それをいつもアカペラで歌います、みんな。あと、なんだっけ、シャルル、シャルルだ、シャルル、シャルルを歌いますね。シャルルはイッサと歌いますね。もう練習はバッチリですか。まあ完璧ですね、完璧です。これ潜入ってなってますけど大丈夫なんですか。これはちゃんとあの、はい、うちの道村が、はい、あ、許可を、さすがですね。おー、うちも大丈夫本当答えらんねえぐらい運転に集中、めちゃくちゃかわせってましたよ。おいおいおい、乗ってる俺らが一番焦るわ。楽
しんでいただいて皆さんには。そうだね、本当に、まあ、裏側はなかなか裏側は見れないところで、うん、なんかあれでしょ、セットを取っても大丈夫とかね。一応セットを取やっぱ長年宇多田さんとはねお付き合いもう7年ぐらいかな。川端さんの顔パスということで。いやそうパスとはいかないと思うんですけどダメなものはダメなんですけどね、はい、なのであのできる範囲映せる範囲は映させていただき、いただこうかなと思います。こうご期待ということで、はい、お願いします。ありがとうございます。着きました。着きましたね。はい、もう1年ぶりですからこくんのも。じゃあ早速行きましょうか。よし行きましょう。行きましょう。よいしょ。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。なんか1年経って1年経っちゃうんですよ。なんか気分がね、1年も経った気もしないような。よろしくお願いします。お願いします。わあすごいですね。俺さ明るいのが好きでさ絶対電気つけるの。あ、下です。あ、覚えてんだよ。あ、見つけました。覚えてなかったですけど。どっ無事に着きました。着きましたね。こんな風になってるんですね、控室って。そうっす。あ、そっか、来たことがないので、まあ、場所によりますよ。結構もっと大部屋でみんなと一緒みたいな。ということでじゃあ、はい、一旦落ち着いていただいて一旦着こうか。一旦着こうね。はい。持てる、それを泣いたり笑ったり繋いでいく。僕らに届いてる。僕ら見つけ合っててくれあって同じ空。輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス。誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでいく。来た。あ、一応オンタイムから5分押しとかそんぐらいで今動いてるみたいです。見たことないもんね。いやーないですね。ここまでね。はい、ここからも見せちゃいます。はい、ダメです。ここからも見せちゃいますよ。1年ぶりなんで来たなって、年末来たなって感じがするね。もうこれは開けてるけど。あ、そうそうそう。このあれはほんね、 YouTube は。ちなみに緊張とかってされるんですか。するよ。ですよね、やっぱり。する。今さ、スタッフの方だけどさ、はい、みんなこう演者の方に、はい、緊張するでしょ。いつもあったお客さんがいたのよ。うーん、だからやっぱコロナでだと思うんだけどね。いつも、まあ、大体これ僕らこうやっていて、こっち側にはステージがありながら両側にいるっていう。いや、見せないのがいいですよ。また輝くの、の、のだって。よろしくお願いします。
頑張ります。歌い慣れてきます。じゃあすみません、はい。よろしくお願いします。要求短くさせていただきますが、15分押しの今回演出を担当いただきます。赤坂と申します。赤坂です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で今回が初めて芸人さんと俳優さんの初の合体のですよ、ね、スペシャルでございまして、はい、芸人さん前回の8月に特別編といってやってますよね。あ、これなりました。あ、僕全部見れてないですか。あ、そうなんですね、はい、芸人さんだらけで宴をやったんですけど、はい、活躍をした歌うまの芸人さんたちが、はい、いやいや俺らこんだけ歌えるんだから宴入れてくれ、宴さんに入れてくれの手で井口さんをヒットにやってくるみたいな。あ、なるほど。まあアーティストさんたちにとってもちょっとある種プレッシャーというか、はいはい、絶対に負けられない相手というか。そうですね、ちょっとそこ煽ってくる可能性があるので、はい、分かりました。はい、あと川端さんにご参加いただくメドレーがどこにあるかというところだけ確認させてください、はい、というのも実は1曲目なんですよね。あ、ほんとだ。いや、勝負だな、この曲が。ちょっと。まずちょっとリハーサル拝見できてなくて。あ、なんかもう初めて歌ったんですよ、覚えて。やばい。本当に知らなくて。ですよね、はい、めちゃくちゃ新しい曲で。あ、まあ、そうなんですか。気合いです。気合いです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。はい。ということで、こんな感じでね、リハをやってるわけですよ。いや、ここに麺長を作りながら。ちょっと赤いです。さっきよりどんどん赤くなってきてるんじゃないですかね。あら、足大丈夫ですか、はい、大丈夫です。おメイクさんに隠しますしっかりと隠してもらおうと思います、はいはい、いやでもリハからこんなに緊張感ありますよね。あるね、やっぱり、うん、初めて歌う曲だったんで馴染まないんですよ。ちょっと悔しいから今だから全然ダメなのよ。あ、まだじゃあご本人悔しいんだよ。急がされてるのが嫌なのよ、オケに。こっちがやっぱりこうそこに乗っかんないといけないんで、まあ、そんなこと考えながらね、はい、やってんですよ宴を。苦労しながら。いやそうだね、初めての曲来るとやっぱこうなる。オケとかも宴用に作られてるから、そういうところでちょっとした音がないとかあるんですよ。プロでしょプロだと思ったでしょ今。大丈夫です、バッチリ聞きますから。はい、裏側こんな感じで、はい、裏側楽しみです。宴の裏側こんな感じでした、はい、ということで今年一発目楽しかったなと思う方はね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。以上、川端でした。どうも。